たらーん、かき氷です。いらっしゃいませみなさんこんにちは、日向坂46 4期生の平尾ほのかです。はい、今日の動画なんですけれど、明日8月4日に行われる東京アイドルフェスティバルに先輩の3期生さんが出演なさるということで、おめでとうございます。はい、もう私平尾ほのかですね、個人的にとてもお世話になっているというか、本当に毎日仲良くさせていただいていて、何か私も力になりたいなと思いまして、今日とそして明日といろんなサポートをしていけたらいいなって思います。今日はリハーサルを多分3期生さんしてるんですけれど、何かやっぱり差し入れをできたらいいなと思いまして、新参者で4期生がライブだった時もこう3期生さん来てくださって差し入れをくださったので、私も何か美味しいものとかを差し入れできたらなと思い、あるものにしました。それがこちらです。チェリーン、こっちの方が見やすいか、こうだ、じゃらーん、かき氷です。今おられる3期生さん4人と、あともう卒業されてしまった先輩で5人で、かき氷ユニットっていうものがこうあったんですけれど、そこのグループにもう半年くらい経つのかな、前ぐらいから私も実は仲間に入れていただいてて、本当に優しくしてもらってるので、かき氷を選びました。自分のお家からこうビデオ動画を回しているんですけれど、今回ソースから手作りしまーすまず一つ目がひなのさんに向けてなんですけれど、アボカドのかき氷を作ります。はい、私とかひなのさんとかちょっと変わった味が好きで、よく一緒に食べに行くので、今日は二人とも大好きなアボカド味を作ってみたらなと思います。じゃーん、ミキサーを使って混ぜていきます。アボカドが入ったので、続いてこちらメープルシロップを大さじ4入れます。150ml 入れます。ここにレモンちょっとだけ、早速混ぜます。わー、危ない、怖い、危なくないけどいきます。カチャン、あ、アボカド、じゃーん、アボカドのはこれを氷にかけて、あとナッツ、ミックスナッツあるのでそれをかけて完成です。まずは牛乳 150g 混ぜます。喜んでもらえるといいな。
このものかしら。じゃーん、これが看板で、これが今日のメニューです。すごい、なんか文化祭思い出しますね。今3期生さんを待ってます。あ、なるほど、まもなく準備が終わる。はい、もうすぐ来るらしいです。はい、いらっしゃいませ。何、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ミスター予想外。こんにちは。こんにちは。作ってくれるの？すごい。あのミルク。私の。やっぱりしよう。しよう。お疲れ様。先生、このために来てくれたんですか？はい。やだもう、あなた。先生、ありがとう。なんか久々ね。久々です。小山さん、元とかどうやったの？作りましたよ。作ったの？朝。仕入れしてるやんけ。仕入れちゃんと仕込みだった。仕込みだった。はい、ちょっと行ってみますね。はい、さあ出るか、さあ出るか。お、あ、出るんじゃない。おすごい。わー、すごいね。これでちゃんと味をね。あ、そう、あ、分かってる。真ん中に入れるやつね。分かってるね。あ、そっけに真ん中。うわ、分かってる。さすがだよ。いいよ。こちらなんですか？これはミルク？そうですね。甘い。そういうことか。すごい、てんこ盛りだ。ふわふわ。ね。でもすごい美味しそう。早いぞ。すごい。めっちゃふわふわじゃん。ふわふわ食堂。これマジでやばい。先生。先生。ラストオーダーもあるので。待って、ちゃんとラストオーダー書いてある。早いだ。え、超トロトロじゃん。え、どうやって作ったの？本当に作ったの？いや、あなたさ、持ってきたじゃない？かき氷屋さんから。違う。よし、アボカドが完成しました。ちょっと沈んじゃったんですけど。一応ね。本当に美味しそう。マジで食べてみてください。待って、待って。え、待って、溶けちゃうかしら。いいの？一緒に食べていいんですか？そうじゃん。いただきます、平尾さん。やばい、やばい、本当に、嬉しい。お店のみたい。うん、本当に。よかった。アボカドの甘みがすごい。嬉しい。これは感動。よかった。すごい。これ。はい。食べる。美味しい。よかった。嬉しいね。これで。ツアボカド。美味しい。ツアボカド。あ、本当ですか。いただきます。待って、めっちゃ美味しい。おお、本当に美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。アボカド。廃墟だよ。めっちゃ美味しい。ありがとうね。こちらこそすごい、結構これいつも仲良くしてくれて、仲間に入れてくださってありがとう。本当に仲間やばい。仲間に。仲間だよ。それを聞いてみくにさんの気持ちは何？何？はい、仲間と言われた。いや、仲間やね。なんならもうかき氷部のリーダーだと思ってた。嬉しい。それを受けて、はい、頑張ります。ちょっと代表取締役。代表取締役、ありがとうございます。すいません、お待たせしました。あら、ありがとうございます。食べてください。ありがとうございます。インサート、インサート撮り、インサート撮りね。え、手ぶりが個性。いただきます。わーい、あんこ大好きだもんね。大好きね。むせないように気をつけよう。いただきます。ちょっと軽く。うん、大丈夫ですか？よかった。ね、絶対美味しいやん。合うね、あんこときなこ。よかった。びっくりのためのかき氷。そうです、そうです。ミルク。幸せ。ちょっと下の方。頑張れる明日。よかった。本当にね。
ありがとう。ありがとう。明日も来てくれることってこの確かに。あのですね、実はなんですけれど、はい、あの明日、私リポーターとして、それ本当に、はい、本当に言ってる、皆さんの本当インタビュー、分かんない、どっちか分かんない、え待って本当にどっち、そう平田くんなんかいつもすごいさ冗談言うから冗談が上手いのよ、本当に明日、うん、インタビューとあと袖裏から、うんうん、撮るので、はい、本当に、本当に、ありがとう、さっき冗談で言ってたのに本当に来てくれる、今すぐ抱きしめさ、すごいね、ありがとう、嬉しい、いや嬉しい、ありがとうね、嬉しい、いやいや、こちらこそです、よし、じゃあもうレアチーズ作ります、レアチーズ本当に食べたい、レアチーズもクリームチーズ、もったり系です、もったり系、マリーちゃんが大好きなもったり系だよ、もったり系だ、ね、レアチーズめっちゃもったり系、もわかる、もったり系です、これ贅沢塗ってます、塗ってくれてます、皆さん次の仕事が、本当だ、はい、次がある、ありがとうございました、来ていただいて、ありがとう、美味しかった、はい、よかったです、すごい元気出ましたよ、よかった、ありがとう、ひろおさん大好きです、私も、また明日、また明日ね、またね、頑張ってらっしゃい、いってらっしゃい、いってらっしゃいませ、ありがとうございました、待ってる子供たちみたいで可愛い、何この絵めっちゃ可愛いんだけど、何この絵めっちゃ平和で、平和が黙々と作ってくれてるのめっちゃ面白い、本当にお店側なんだ、私お店が、え待って美味しそう、めっちゃもったり、そちら何でしょうか、はちみつを食べました、大好きで、あもう絶対合います、本当によかった、ねえ本当に美味しそうだよ、そちら、はい、えいいですか、レアチーズ食べてください、いただきます、すごい、本当に美味しそう、見た目もすごい、ね、本当に美味しそうだよ、うんうん、え、これ本当に、はい、これあのもうあの本当に美味しすぎて YouTube チャンネルとかじゃないもん、もう出せる出せる、本当に本当に出せる、嬉しい、ね、超もったり、いや本当はあのもうご卒業されてしまったけど、うんうん、我らが先輩にも、うん、食べてほしかったです、ね、アボカドミルク、いや絶対これ見るよ、本当ですか、絶対見ますか、絶対見ないわけないと、ね、あいがけですねこれ、はい、うわ贅沢だね、これあいがけにしてみました、食べようね、みんな、ありがとう、はい、これピッピー、あピッピピー、うわー本当に美味しい、どうでしょう、うまいじゃん、正解どうぞハリヤさん、いただきます、お疲れ様です、 ありがとうございます、嬉しい、いただきます、はい、ではこちらに、よし、もう店じまいですかね、そろそろ、うわー、そろそろ、いただきます、うん、よかった、大成功かも、うまっぱる、あ、うまっぱる、2回目うまっぱるが、うまっぱる、嬉しい、ありがとうございます、めっちゃ美味しい、ありがとうございます、よかったです、もうゆっくり食べましょう、この後、ね、食べましょう、はい、じゃあ平尾先生もちょっとせっかくだから、はい、え、いいですか、見てみて面白いこの、うん、美味しい、美味しいね、ゼッケン来てかき氷食べると思わなかった、え嬉しかったよ、よかった、え、もう自分であの決まったじゃないですか、連絡来たから、うん、絶対チャンネルでこれやりたいですって、こんなに熱意を持って、うん、大人の人にお願いしたの初めてでした、ありがとうありがとう、本当大好きです、好きだ、愛してる、最高、ね、嬉しい、愛がある、良き後輩を持ちました、じゃあティフもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、応援してます、頑張ります、はい、2日目ティフ当日になりました、じゃらーん、まもなく本番ですが、はい、皆さんどうですか、お気持ちは、めちゃくちゃドキドキ、緊張してます、ドキドキ、ドキドキしてる、なんかドキドキじゃ今日のそのティフのポイントとかだったりありますか、うんうん、でもやっぱり3期曲をいっぱいやらせてもらうので、うん、ね、そこの盛り上がりにかけていきたいなって思ってます、あと3期曲以外でも、うん、甘いとサビ犬をするんですけど、やっぱこの4人でフォーメーションが全体曲で4人ってのが初めてなので、ね、
すごいなんかどんな感じになるんだろうって、みんなの反応が楽しみです。そう、びっくりするんじゃない、絶対みんな、みんな予想してないでしょ。まさか、絶対予想してない、これは。3期生の団結力を見せていきたいと思います。頑張ると頑張ると、頑張れ。で、うちらが後ろで行って最初前、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 最後、最後、最後、一番大切、あれは自分のバリアの歌詞が割り切れるフランス、ありがとうね、こちらこそです。ひななり終わりも、いやいやいや、全然楽しみです。私も今日は奇跡の1枚撮れるように頑張る。みんなどこにいる、袖、袖だと思います、多分、はい、頑張ります。ありがとう、嬉しい、体も吸い込むんだから。まもなく本番です。もう緊張感がすごいんですけれど、私も袖やいろんなところで見守ろうと思います。あ応援してます。楽しみです。一緒に踊るので、こっそり、こっそり踊る、控えめに、控えめに。さあ、なのさん、意気込みをお願いします、直前。すごい今楽しみで、はい、とにかく、なんだろう、可愛く先生の魅力全面に、はい、バーって出せるように頑張りたいと思います。頑張ってください。見ててね。見てます。バイバーイ。頑張ってください。頑張ります。応援してます。人がいるだけでめっちゃ嬉しいよ、ね、ありがとう。頑張ってください。頑張ります、ちっちゃいね。4人で誰、4人と4人で出れることがね、喜ばしいことですから、はい、みんなの仲良さをね、はい、全面に出して、はい、仲良くなっちゃいましょう。はい、はい、仲良くだろう。はい、せーの、せーの、仲良くだろう。ギュッ、仲良くだろう。仲良くだろう。仲良くだろう。聞こえますか？もうまだ出ていないのに日向坂ホールが聞こえてきます。すごい声。エI'm not afraid to die.
煽ってます、プリクニさん、いい写真、良くないですか、いい写真、あ、めっちゃいい、めっちゃいいですよ、客席の右端みたいなところに、まあ、マスクさん見たかも、目が見ました、なんか下がされました、お疲れ様でした、ありがとうございました、もうすっごい熱で、もうもう私も感動したし声出ちゃいました、どうでした皆さん、楽しかった、めちゃくちゃ楽しかった、皆さんの声援にすごく助けられた、なんかオーバーチャーが流れた時から声援がすごすぎて、すごいあの3期生だけどオーバーチャーが流れたから、ね、あの袖で泣きそうでした、みんなうるうるしてました、ありがとうございました、ありがとうございます、本当一生の思い出、じゃあいつものいきますか、はい、行きました、ご視聴いただきありがとうございました、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。